エリック・シュローサーエリック・シュローサーはアメリカ合衆国のジャーナリスト。職に関する啓発記事を多数執筆しており、彼をアプトン・シンクレアと比較する、評価もいる。マンハッタンで生まれ、ロサンゼルスで育つ。父親は NBC の社長を務めたハーバート・シュローサー。プリンストン大学でアメリカ史について学び、オックスフォード大学からイギリス帝国史の研究によって、 学位を取得した。ロバート・レッド・フォードの娘のシャウナと結婚、子供二人を設け、現在はカリフォルニアで暮らしている。エリックは1985年にアメリカンという脚本を書いている。これはアメリカ大統領、ウィリアム・マッキンリーを暗殺したレオン・チョルゴッシュを通してアメリカの帝国主義を批判したものだった。またアメリカ合衆国憲法の式典を描いた。 We the People という脚本も書いており、これらはグローブザで上演された。ジャーナリストのキャリアはアトランティックマンスリーの記者として始まった。麻薬問題に関するリーファー・マッドネスとマリファナ・アンドザローにてナショナルマガジン・アワードを受賞、またイチゴ農園の不法移民労働者について書いたイン・ザ・ストロベリー・フィールズでシドニー・ヒルマン財団賞を受賞した。リーファー・マッドネスは あとに、巨大化するアメリカの地下経済という本にまとめている。ローリングストーンに連載していた、ファーストフードの衛生に関する記事をまとめた著作、ファストフードが世界を食いつくすは、世界的なベストセラーとなり、2006年には、ファーストフードネーションとして映画化された。移行食に関するジャーナリストとして、名を馳せており、インタビューや講演会に、たびたび登場する。 映画、スーパーサイズミーの DVD 特典映像では、モーガン・スパーロックとファーストフード業界の社会に与える影響について議論を行った。また、映画の宣伝も兼ねて、ベストフードネーションというサイトを立ち上ている。ありがとうございます。